手紙を書いたら叱られる。電話でかけてもいけない。ホテルで会ってホテルで別れる。小さな恋の幸せ。ごめんなさいね。私見ちゃったの。あなたの黒い電話帳。私の家の電話番号が。男名前で書いてある。奪えるものなら奪いたいあなた。そのために誰か泣かしてもいい。奪えるものなら奪いたいあなた。一度でいいからあなたの肌に爪を立てたい。あなたは私の宝物。私はあなたの何なの？ホテルで会ってホテルで別れる。小さな恋の相手。ごめんなさいね。私見ちゃったの。あなたの家の日曜日。あなたは庭の芝を刈っていた。奥で子供の声がした。奪えるものなら奪いたいあなた。そのために誰か泣かしてもいい。奪えるものなら奪いたいあなた。一度でいいからあなたと街を歩いてみたい。奪えるものなら奪いたいあなた。そのために誰か泣かしてもいい。奪えるものなら奪いたいあなた。一度でいいからあなたの肌に爪を立てたい。はい、こんばんは。今夜はね、まずホテルでしたね。じゃあ次これ行こうか。人生に悔いなし。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を。たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。この世に疑あればこそこらえた涙幾たびか。親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ。右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ。愛で行こうぜ。生きてる限りは青春だ。夢だろうと、うつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。もしもピアノが弾けたならで、もしもピアノが弾けたなら、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだろう。雨が降る日は雨のように、風吹く夜には風のように、晴れた朝には晴れやかに。だけど、僕にはピアノがない。君に聞かせるでもない。心はいつでも半開き。伝える言葉が残される。残される。もしもピアノが
しけたなら小さな明かりを一つつけ君に聞かせることだろう。人を愛した喜びや心が通わぬ悲しみや抑えきれない情熱や、だけど僕にはピアノがない、君と夢見ることもない、心はいつでも空回り、聞かせる夢さえ遠ざかる、ああああああ遠ざかる。今度この歌いこうかね。今何もしてもピアノ弾けたら。今度は久優さんのね。勝手にしやがれ。まだ元気さんね。壁際に寝返り打って、背中で聞いている、やっぱり。お前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。言ったきりなら幸せになるがいい。戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはかっこをつけさせてくれ。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。バーボンのボトルを抱いて夜更けの窓に立つ。お前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送ってみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない、愛というのに照れてただけだよ。夜というのに派手なレコードかけて朝までふざけよう。ワンマンショーで、夜というのに派手なレコードかけて朝までふざけよう。ワンマンショーで、仕上がりだ。次はこれ青春時代をかもぎたこうきとつ、ね、卒業までの半年で答えを出すと言うけれど、二人が暮らした年月をなんで測ればいいのだろう。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は道に迷っているばかり。二人はもはや美しい季節を生きてしまったか。あなたは少女の時を過ぎ、愛に悲しむ人になる。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は胸に棘刺すことばかり。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。
青春時代の真ん中は胸にとげさすことばかり。はい、じゃあこの辺にして、じゃあ今日もね YouTube でライブ配信生存確認したいと思います。明日日曜日休みだね。のんびりしましょうね。夜が明けて、もう日付が変わってからね、夜が明けてね、日曜日のんびりしよう。今度ね、今日土曜仕事だったからね、うん。今度の土日休みだったらね、選択肢行こうね。もう選択肢行きたいからね、奥多摩ね。日帰りにも行ってる人いるけど、どうだ、僕奥多摩。なんか日帰りだとさ、なんか、交通費がさ、惜しい気がしてね、一泊はしたいんだよね。同じ交通費払うんだったらね、だから選択肢したい。今日も YouTube でライブ配信、生存確認ね。もう勝彦さんのエンタメじゃないからね。ただ生存確認だから ね。エンタメではありません。まあ、それは、2023年。もう4月だね、2023年。4月の、もう渋谷から変わっちゃったけどね、4月深夜ってことで、4月の1日、土曜深夜。ほんと、じゃあないんだね、あれ。ヤフートップ消えちゃったね。まあ、予定よ、ね、決まったし、言われそうね。なんか、ヤフー動画なくなっちゃったな、結局ね、結局。もう動画、なんかの動画残ると思ったヤフー動画ってさ、ね、変わんないんだね。ジャオになる前もともとヤフー動画あったもんね、ずっとあったから。通常の動画自体もこの機になくしちゃったわけだね、って感じ。いろいろあるもんね、あれ。まあ、ヤフーができた頃と比べるとさ、今ほんと動画サイズいっぱいから、ちょっとそれもあんだろうな。悲しいね、悲しいね。殺人現場にリンゴが落ちていた。ガブリとかじった歯型がついていた。捜査一課の腕利きたちも、監視機械も頭をひねてた。霧に浮かんだ真っ赤なリンゴ。謎が謎を呼ぶ殺人事件。ああ、パイプ加えて探偵登場。ふに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 。男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブが。リンゴを食べてからふに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 後を絶たない。ああ悲しいね、悲しいね。歯形に3つの虫歯の跡があるチャンディーズギターと睨んだ探偵は聞き込み張り込み尾行を続け、こいつと信じた男をおびき出す。闇に紛れて大きな男。やってきました殺人現場。ああパイプ加えて探偵失神。ふに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 。男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてからふにふにふに後を絶たない。ああ悲しいね、
悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 後を立たない。ああ、悲しいね。悲しいね。はい、こんばんは。今夜はね、リンゴ殺人事件を歌いました。2023年4月の1日、土曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。遅くにどうもありがとうね。小手さんどうも、ねねつさんどうも。セミオさんどうもね。ピンクさんもどうもね。たけしさんもどうも。テオさんどうも。じゃあ、アポさんどうもね。じゃあワンスモア行こうか。今夜はリンゴ殺人事件。あ、悲しいね、悲しいね。殺人現場にリンゴが落ちていた。ガブリとかじった歯型がついていた。捜査一課の腕利きたちも鑑識課員も頭をひねってた。霧に浮かんだ真っ赤かなりんご。謎が謎を呼ぶ殺人事件。ああ、パイプ加えて探偵登場。ふに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 男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてからふにふにふふに後を立たない。ああ、悲しいね。悲しいね。博多に三つの虫歯の跡がある。キャンディー好きだと睨んだ探偵は。聞き込み、張り込み、尾行を続け。こいつと信じた男をおびき出す。身に紛れて大きな男をやってきました。殺人現場、ああパイプ加えて探偵失神。ふに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 男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてからふに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 後を立たない。ああ、悲しいね。悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから。ふにふにふふに後を立たない。ああ、悲しいね。悲しいね。はい、どうもね。シナリンゴさん歌えないよ。ごめんなさいね。じゃあ今度もゴーさんでこれ行こうか。ゴーシロミさんだ。一緒にガサブランカ行こうか。あ、こんばんはね。バードさん、こんばんは。抱きしめるといつも君は洗った髪の香りがした。まるで若すぎた。季節の香りさ、結ばれると信じてた。セピア色した映画が好き。優しくて悲しい愛があるから。スクリーン見つめて濡れたその頬を僕の肩に押し当てていたね。
風吹く胸が探してる君のため息ぬくもり Please come back to me もう二度とあんなに誰かを愛せない大人の恋をしたと聞いた新しい名前になったと聞いたよでも僕の心のスクリーンの中君がはしゃぐ君が泣いている二人合わせた恋でも夢が変えたね、あの頃。Please come back to me, 僕たちは一つの季節の主役さ。風吹く胸が探してる。君のため息ぬくもり。Please come back to me もう二度とあんなに誰かを愛せないあんなに誰かを愛せないはいグラマさんどうもね、うん、今日はね生揚げじゃないんだね今日はね、うん、豚肉ちゃんだ今日豚肉ちゃんね今日は生姜焼きを作ろうと思った生姜焼きね今日は生姜焼きを考えてますじゃあ次もゴーさんだよこれ行こうかな今日は生姜焼きで一杯かないいね生姜焼きもねじゃあねこれ行こうか。三番のり、三番行こう、三番、お嫁三番。どうもね、うん。お嫁三番行くよ。恋する女は嫌いさ。決してお世辞じゃないぜ。ため息交じりの頬についこの手伸ばしたくなる。あの巻、この巻、しがくれて。あの人、この人、ウェディングベール。花の咲くのはこれからなのに。つぼみのままでいいわというのもっとちょっとちょっと待ってよちょっと慌てないでお嫁さんば女はいつもミステリー行かないでお嫁さんば一人のものにならないでそれが大事だよ。一二三ば、二二三ば。お嫁、お嫁、お嫁三ば。あの時、この時、燃え上がり。あの人、この人、ハネムーン。花の命はこれからなのに、花びらさえも切らすというの、ちょっと、ちょっと待ってよ、ちょっと。慌てないでお嫁さんば女はいつもミステリー行かないでお嫁さんば一人のものにならないでそれが大事だよ一二三ば二二三ばお嫁お嫁お嫁さんば慌てないでお嫁さんば女はいつもミステリー行かないでお嫁さんば一人のものにならないでそれが大事だよ一二三ば二二三ばお嫁お嫁お嫁さんばさて今日は飲み物行こうかねこれね、今日の一杯でいこうか。もうちょっとね、飲み物ね。今日はね、これ、ね、豚肉安かった。アメリカ産は安いんじゃない、うん、アメリカ産。豚ロース生姜焼きを100g 88円だったね。生姜焼き作ろうと思って今日は生姜焼きにこれまだ作ってないよねこの今日はこのこちらのお肉ねこちらのお肉ねで生姜焼き作りたいと思いますその前に一本今日も田村さんと同じのホップミントホップ舐めてないよ今日もホップいこうかじゃあ今日の一杯
本当、意外と桜持ったね。昨日も言ったけどね、本当ね。先週雨の中さ、小物なさとみ公園行ったけどさ、もう、あの雨で弱気かなと思う。意外とね、やっぱね、気温してたところ、ある程度雨降ってもね、いいとこなの起きないんだよね。結構持ったのよかった、よかった。あ、乾杯ね。面白い人としてますけど、僕も別に。会えなくていいもともと。最初から流行ってないから。ああ、乾杯。ヒカライブから流行ってませんって。ヒカライブから流行ってませんから、僕の配信は。好きでやってますんで。エンタメではないからね。何度も言うように。ただの生存確認だから。あ、テオさん、こんばんはね。あ、どうもね、アフさんね。豚肉だ。安いな、これ一パックで。税込み303円だもんな。豚肉はほんとアメリカ産とか単純安いね。安かったね。よ、細切れは88円はこれ、こういった生姜焼き用で88円だもんね、100g。安かったんでね。集めてないですそんなの。洗濯いけないけどしょうがないね。洗濯せめて連休2連休なんていけねえからね。洗濯はね。洗濯なぜかいいんだよね。一応洗濯やった人ある人わかると思うけどね。あれが僕は一番痛いから洗濯なさ。あんましがいがないなんだから。朝が経験したいから、修行やりは辛くって。よく YouTube でもさ、アウトドアでさ、修行やりでやってる人いるけどさ、ね、テクテクさんとかな、僕はできないな、ああいうのね。やっぱ一泊したいんだよね、僕はね。だからなかなかできない。一泊がいいんだよ、天卓なら。よく過ごす、それが楽しい。炎はどうしようね。滝沢園とかキャンプ場行った時にあれね、キャンプ場行った時に。普通に山はできないからな、滝見ね。山はできない。滝沢園とか、学校橋とか。滝沢園ないから、すごいな、ほんと、滝沢園。学校橋があるより、サリがいいんだ、ペグ。学校橋硬くてなんですかね、ペグ。まあ何も本当に嫌で、駅前にさ、ローソン座あるしな、あそこ。ね、あれ。渋沢ね、遠野岳の登り口の近くで。自転車持ってないし、僕ないです。てか自転車持ってないから、当然しようと思ったらレンタルになっちゃうし。で、レンタルしてもらうと、かなりね、やっぱ自転車、まあ、車と一緒でね。なんだ自転車。あ、もずくさんどうもね。今日も昨日と一緒で、これ。今夜、こちらの生姜焼きを、生姜焼き。この運気で生姜焼きが安かった。これ300円だもん、ね、303円か、税込み。一人で食っちゃうよ、今夜これ。一人で。生姜焼きにして。持ってない自転車。乗り物何も持ってない。まあ。じゃあ置けないしな、ほんと、ずーん、自転車置こうと思ったら多分ね、1ヶ月1000円、100円か2000円で駐輪場借りないといけないしね。普段乗らないからな。関係ねえからね。時事ネタを仕入れる必要もない。だって成分確認だから。毎日の勝彦さんをこうやってやってるだけなんで。時事ネタを仕入れる必要もないからね。これ大事。エンタメじゃないからさ。エンタメだったらさ、ね。そういうのネタがないとね。僕、そういうもんじゃないからね。生存確認の一環だからさ。毎日生存してるだけのことだからさ。
だから、まあ、いつも別になかったらね、死んだと思っていいからね。生姜焼き、もう生姜も今日買ってきた。まあ、これ豚肉昨日買ったんだけどね、生姜買うの忘れちゃってね、今日生姜買ってきた。ね、一パック半分ぐらい使って。今日はこれ小麦粉でちゃんとね、薄衣にして、それで焼こうと思う、小麦粉。小麦粉をね、ポテトするときつけるとね、あれね、味の染みが良くなるからね、あれね。楽しみだ。食べよう食べよう。お肉大好き。久々だな、でも、本当。細切れをよく買うんだよね、本当。この久しぶり、このお肉、今日。生存か確認だけならツイッターで読むので、あ、そういう考えもあるけど、僕はやってるからしょうがないね。まあ、もともと前、いつも言うけど、ヒカライブの流れだからさ、ヒカライブってできる動画配信だからね、あれね。そんなわけでね、そうよ。ヒカライブ、ヒカライブね、コメントでさ、ヒカキンのライブとか言ったけど、関係ないからね、ヒカライブっていうのはね。ね、もう若い人わかんないかな、最近。ビスタ以降とかやった人わかんないんだろうな、きっとな。東京電力と吉本興業でやったサイトがあったの、キャスティってね、そこでね、タレントさん、ね、エンタメ向けにね、一般、スター、向けになんだっけ、光層というのがあって、それの一般向けにね、ヒカライブというのがあったの、一般人が、個人が、ね、家庭がやるように、それね、ヒカライブ、ライブ配信、動画配信。ないです、もう。もうないもので、もう、サイトがもうなくなっちゃったんで、まだ。まあ、東京電力がさ、まだあれだって、あれまだ、あれ今のようになる前だからね。ビスタの前、ちょうどビスタが入ってて、まだなんかだかな。ほんと XP の頃、X3 メインの頃だぞ。XP がその前かな。90、大体そう。XP がメインの頃。ビスタ出始めた頃に終わった感じか。もっとないよ。しんないで若いし分かんないんだからだって。今日世間で流行ってたのはあの頃だって。ちょうど、新潟の地震があった中越地震と、あれの頃だもん。光層の割の頃って、あれだったからな。あれもだいぶ経つもんな、あの新潟の地震ね。コロナだもんな、最後の方。その前からあったしな。若だけどもね、最近、この10年ぐらいで始めたって人は分かんないと思う。捨てじゃないよ、ほんと。ヒカライブやつ、知らないか。毎日やるようになったのはね、スティックもだよ。ね。動画配信をやったのはヒカライブよ。あのが毎日じゃなかったけどね。そうよ。毎日やるようなスティックもよ。でも、ライブ配信をね、やったのは本当。ヒカライブよ。あのが掲示板でね。あとけ、お肉300g、319g です。300g ほど。じゃあ、いいじゃん。入れやすくていいじゃん。濡れてる方がさ、ね。いいよね。入れやすくていいよね。ローションの必要なくいいじゃん。濡れてる、そうや、ね、あれ。濡れてるってことはさ、受け入れ態勢万全ってことだもんね。いいよ。いいじゃないか。受け入れ態勢万全。最高。わかったかな？どうもね、たけしさん。そうよ。いいよね、受け入れ態勢万全だもんね。そうだよ。ね、いいもんよね。そう、その後ね、そう。で、スティックも長いことやった後はね、スティックもいろいろ買ったんだよ、仕様変わってね。まあ、その頃 YouTube ライブであったかね、こんな感じで。ヒカライブはまだあるけどね。じゃあ、生姜焼き作ってくようか。今夜は生姜焼きだ。ちょっと。
作ってくる。今日は生姜焼きだから、ちょっと待ってね。生姜焼き、今夜は生姜焼きなんだけど、どうもね。うん、ちょっと待ってね、生姜焼きですよね。
味付けはね、これめんつゆね、昆布つゆね、めんつゆで、うん、あれです、どうもこんにちは、こんばんはです。味付けはこれね、めんつゆで、昆布つゆで、生姜焼きできました。生姜焼き、はい、生姜、さっきのお肉で生姜焼き作ったよ、はい、生姜焼きにね、仕上げに青ネギを切ったやつね。どうも彩りとして、おいいね、香りがね、青ネギ、サラダクラブのやつね、全部入れます。やっぱじゃあ完成、はい、じゃあこんな感じです、できたよ、できました。じゃあ食べようか、今日は生姜焼きで一杯だ、今日は生姜焼き、こんな感じだね、うん、マムリオさん、はい、じゃあ持ってこい、じゃあ2本目黒にしようか、黒ちゃんでいこうかな、ミクトホップの黒で、彩りも良くなったね。じゃあお肉いいね、うん、うん、うん、うまい、乾杯。つまんないの来なくていいよ。うん、お前じゃん。あ、おねじ。
青さん、ありがとうね。いつものビールよ。いつもの麦とホップよ。田村さんと同じ意味ですね。甘い。甘いな、おいしい。ネギと一緒に。豚肉の生姜焼き。香りがいいな。生姜も一緒に。生姜はね、こうやって大きめに切ってね。普通にあれメンツ使ってからさ、メンツは簡単にいいんだ、あれね。甘味料も入ってからさ、あれ甘いからさ、あれかくて絡める感じ。うまいよ。メンツに近い間違いないね、あれね。久々だ、ほんと、こういうの肉。山さんね、山さんね、よくあるよ。昆布つゆですね。お肉がうまいね。よく言ってこれはビッグエンゲージで買ったビッグエンかな、ビッグエンね。昼間じゃないよ、今起きてますよ。昼間じゃないじゃん、バカじゃないこの人。後ろ見れば分かんじゃん、暗いの分かんじゃん、窓から。ちょっと頭弱いのかもしんないね。昼間のわけねえじゃん。窓の隅じゃわかんじゃんな。ちょっと弱いんだろうね、ちょっと。頭足らないのかな、この人ね。これ一般で、ほんと各駅にあるんだから、ビッグエってこのね。この回は。大和田、八千代台、美濃見、大久保って、ありますね、ずっと。ほぼ各駅ある。ちょっと前のさ、松本清のスーパーあったじゃん。あれ、もう今ないけどね、あれ。松本清、ちょっと経営傾いたんで。松本清、スーパー松本清とほぼ被る感じ。あったよね、松本清。まあ、あれ、千葉県の北西部でわかるよね、松本清のスーパーね。2、30年前はさ、松本清はさ、ドラッグストアだけじゃなくてさ、ね、ホームセンターとかコンビニとかスーパーとかもあったからね。今はさ、ドラッグストアに集中してるけどね。まあ、経営の問題でね。20年、30年ぐらい前はそうよ、あれ。この北西部はさ、松本清の冠のついたホームセンターとかスーパーとかコンビニがあったんだよ。特に松戸近辺ね、あの辺、神経線、あの辺りね。今ないけど、今ほんと、全国展開したらさ、ちょっと経営がさ、芳しくなくなったんでさ、やめちゃったんだよ、今。もうやめて、ドラッグストアに集中してるけど。昔はさ、松本清って東日本中心だったんだよね、東日本中心。その頃はね、この界は本当、流通総合っていうんじゃなくて、店舗ごとに、そう、コンビニもやってたし、この近辺であれ、松戸近辺ではさ、コンビニ、スーパー、あと、ホームセンターで、薬がね、ドラッグストア。まあ、あのはまあ、薬、ドラッグストアって最近だよね。あの頃は、ね、薬屋だから、最初は薬屋でね、薬屋兼雑貨屋みたいなので。今はさ、ドラッグストアに集中しちゃってね、全国展開してだいぶ変わったけどね。松本和奈、今の人になってるね。先代からもう3代ぐらい買ってるもんね、社長ね。松本清ね。だいぶ変わったんだ、ほんと。新京成とか野田線ね。結構あったよ。まあ、スーパー松本清。
こっちもやらなかったけどさ、ほんと神経質の野田先生は、バズドが近いからさ。あ、もう、あ、ご飯炊けたんだ。じゃあご飯買おう。じゃあ、ひとまずこれはね、今日、生姜焼きだからご飯と一緒に食おうと思ったんでね、締めにご飯でいきます、これ。このね、豚の生姜焼きをご飯と一緒に食おうと思ってますんで。今、ご飯炊けた合図だ。炊飯器じゃないんだ、ガスが炊けたっていう合図かな、これね。今日もおなじみ、あれ、3号メスチン。ダイソーの1000円メスチンで、今回2号だけでちょっと少なめ。いやー、今回少なめっていうのに、今日2号ね、少なめ。おー、いい感じだ。いい感じだけどね。あと、この、生姜焼きおかずにご飯食おうかな。うまそう。2号はこんな感じね、今日。3号目してんでさ。この間3号やったね、これ。2号はこんな感じ。ちょうどいいでしょ。今日は少なめだよね。2号少なめって言っちゃうから、僕、そうしとっちゃうんだろうな、やっぱ。もう。悪かった？まあ、遊ぶんね。まあ、炊きたておいしい。まあよ、5キロ1000円ちょっとのお米だけどね。うまいよって、何うまいよって言って。お味噌じゃないです。長いのはね、半分に切って、長いの半分に切って。それでやっちゃう。まい。じゃあ、次。5キロ1000円ぐらいのやつ。5キロ1000円。この辺で、横に置くよ。
長ネギ豚に全部のっけて、女性は11歳ぐらいがいい、生姜焼き飲んだら。捕まんないですよ、全然行動ね。だから捕まんないよ。行動に移しない、移さないから僕は。行動に移さないで僕は。捕まんない。言うだけなら大丈夫。11歳の女の子何するの？素敵なこと。ね。素敵なことって言ったもん。素敵なことをね。まあ。そうね、うん。キャンプちょっと休みの時に練習がないからね、行ってないね。来週はね、土日休みなんで行こうかなと思う、来週。ね、今度は土日に。墓参り。今日は墓参り行こうと思う、墓参り。抱けません。若い子がいいけど、若い子。ダンキーにもね、暗い世界はばあさんすぎて、僕には相手にならない。だったら若い子じゃないですね。せめてあの子ぐらいね。荒垣結衣ちゃんぐらいじゃなくてダメだな、若い子がいい。せめて荒垣結衣ちゃんぐらい。黒柳さんはいいよ、もう。あるよ、うん。1000円ちょっとかな、1000何十円かね。いきなりおばあさんはいいですね。若い子がいい。
若い声でダメやそうじゃん。人間がいいな。人間の若い子、ね、そんなわけないよね。ありがとうね。おやすみなさい。大したね。うまかったな、おいしくな。明日ね、うん、明日もね。猫ある、猫ね、猫。職場でないですよ。ほとんどでない。かわいいよね、猫ね。でも、もう終わるけどね、もう。今日は2号です、2号ご飯。今日は仕事だった。うん。明日は休み、今日は休みよ。うん。2個ならね、結構簡略だよ。発泡酒飲んだ、発泡酒。眠りストップ。ならない、これがいいじゃん、別に邪魔なんないもんね。まあ、よいしょ。
2号ちょうどいいよね。うん。そう、三合目シーンなんで、これ三合目シーン。これはね、豚肉、生姜焼きで。生姜焼き。もうなる、もう。まずない、ほとんど最後だよ。ちょうどいいの。わーちゃんもご飯を、ね、最後に食べたいからね、いつもそうやってんの。ご飯を慣れて、最後残って、ご飯だけ最後食えるようにしてん、ね、いつも。おかず料理、先にご飯をね、あるようにしてっから。もうそういう食い方。うん、ご飯だけなくなるのは嫌なんだよ、僕ね。ご飯だけ食うのはいいけどさ。もう数だけ残んないよ、この方がいいんだ、僕は。うん。だから、そういう感覚食べてからね。うん。他のことは言わないよ、うん。他のことは誰か買って書いてる。嘘だ、みんな書いてるの。練習がないからね。おいしくできました。もう今日はこの辺でありがとうね。バドウキ行かないと思うよ、うん、でもたね、明日は早くやろうと思うんで、今日はね、二人の生姜焼きでご飯をおいしくいただきました。おやすみなさいね。ただね、うん、無理しなくていいよ、送んなくていいよ、うん、無理しなくていいよ。ではまたね、悪いよ、おやすみなさいね。歌は聞きたくない人来なくていいよ。じゃあ最後はこの歌で締めようか、今夜は。今夜の最後はこれで締めようか。私からあなたへこの歌を届けよう。白い世界にたった一人の私の好きなあなたへ、年老いたあなたへこの歌を届けよう。心優しく育ててくれたお礼代わりにこの歌を、知り合えた
あなたにこの歌を届けよう。今後よろしくお願いします。名刺代わりにこの歌を別れゆくあなたへこの歌を届けよう。寂しい時に歌ってほしい。遠い空からこの歌を私からあなたへこの歌を届けよう。白い世界にたった一人の私の好きなあなたへ、私の好きなあなたへ。はい、じゃあこの辺で。でも入ってるよ。おやすみね。うん。あ、着いた。ダメ。じゃあまたね。また明日。おやすみなさい。今夜この辺で、おいとまってことでね。またね。また明日ね。うん。ありがとうね。うん。早めになるようにね。じゃあ最後はこの写真見ようか。名残寿司で締めようか。名残寿司。寿司を待つ君の横で僕は値段を気にしてる。季節外れのブリが叱ってる。東京で食う寿司は銀座が最高ねと刺身もぎ食べて君がつぶやく。握り寿司をたらふく食べてドハンアフター見つがされてる。今ウニが来て君はシラメも食った。ボタンエンビホッチガイホタテも食った。動き始めた水槽の中のアワビ指さして君は注文しようとしている。君の唇が大トロ炙りと動くことが怖くて下を向いてた。寿司を食わせりゃなんとかなるとこの下歯心かなわぬままに。今ウニが来て君はネギトロを食った。二人に人前土産持って帰った。君が去ったカウンターに残り紫に溶けたわさび見ていた。今、お会いそうで、僕は、タイマイ切った。ごちそうさまと、君は、帰っていった。寿司おごり、財布、身軽になった。はい、今夜この辺で、また明日おやすみなさい。